スキーシリーズだけにな、コアノフスキーシリーズってもわからないんですよね。あのそうね、力道山とか馬場と戦ってたキラーコアノフスキーとか、まあ、力道山時代っていうか、ブルーテクノよりもちょっと新しいんですけど、のあの悪役の人の異名ですね。地獄の大統領とか墓場の使者とか、死神とか、サマヨエルボエレとか言われてたレスラーがいるんですけど、その、まあ、そこからこうその異名を取って歌に、何曲かしたんですけど、そのうちの一つ墓場の使者